県立美術館の新しい館長に千斗くんの作者である彫刻家の藪内聡さんが今日付けで就任し、奈良への思いを語りました。藪内さんは1953年に大阪市で生まれ、東京芸術大学卒業後は彫刻家として活動するとともに母校で教鞭を取ってきました。また仏像に関する技法などを研究し、奈良市にある新薬師寺の地蔵菩薩立像などの修復に携わったほか、平城遷都1300年祭を機に誕生した奈良県のマスコットキャラクター千斗くんの生みの親としても知られます。館長就任の訓示で藪内さんは、奈良県最大の資産である歴史、芸術、文化を思う存分活用し、魅力的な美術館を目指したいと抱負を述べました。またその後の会見では奈良への思いも語りました。県外の人やあるいは海外の人たちに対してのアピール、もちろんそれも重視していきますが、県立美術館である以上はまず奈良県民へのその働きかけというのはとても重要だと考えています。奈良に住んでおられる方でも案外奈良のことについてご存知でない場合が多い、それに気がついていただけるようなそんな企画も考えていきたいと思っております。